自民党総務会メンバーの村上防議員が安倍氏を国賊呼ばわり。村上氏は今日 jnn の取材に対し、安倍元総理の国葬に反対だとして、参列を辞退することを明らかにしました。村上氏は参列辞退の理由について。吉田茂元総理の国葬の際には、当時の佐藤栄作。総理は与野党三権の長に気を配った。 反対が多いい中、ななぜ国を強行すす。るのかなどと説明しています自民党の村上誠一郎元行政改革担当総は20日、安倍元首相の国葬に出ない考えを表明した。時事通信は村上氏が党本部で開かれた総務会後に、安倍氏の政権運営が財政、金融、外交をボロボロにし、官僚機構まで壊した。国賊だと発言したと報じた。 これを報じた記事に立憲民主党の大阪政治代表代行がツイッターでよく言ったとコメントで大歓迎した。何をかいわんやだ。今ほど、日本の政界や言論空間を恥ずかしいと感じたことはないと産経新聞アビルルイ記者が嘆いた。安倍元首相がテロリストの教団に倒れた後もぞもぞと死人に口なしよろしく、安倍氏がもう反論することはないのをいいことに。 本人に面と向かって言えなかっただろうことを堂々と口にしだした人を見ることが多くなった。日本人一般には気が見えるものだ。村上氏の言動に対し安倍派議員らは強く反発。同派議員の一人はそんなことを言うなら離党すべきだと主張する。気持ちはよくわかる。村上氏もあえて事を構えるような言いぶりだから。 党最高位氏決定機関の総務会メンバーを辞されたいと思う。もともと自民党が進める政治にたびたび、意を呈してきた人物だ。反骨リベラルのつもりか知らないが、片隅で拗ねてぶつくさのおがきを垂れる一言小字要は偏屈老人だと思う。さっさと自民党から離れてお好きにされたいと思う。ともかく、 死者に鞭打つような比例非常識は大いに貧縮されよう。良識ある政治家の言葉ではない。お聞きいただき感謝申し上げます。